ちらがカメラになっていて、ここから画像を認識してフィールドの情報を得て自分の自己位置を把握したりしています。でここが CPU になっていて、ここからパソコンとつないで、ソフトウェアの情報を入れています。でここがサーボになっていて、ソフトウェアから来た情報をここで実行して足を動かしています。まだ博学院なんか行ってない。